みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回は大切なご報告ということでこの動画を撮らせていただいております。はい。はい、ということで、はい、あの前回ね、前回というか結構前に、結構前でもないか、1週間ぐらい前ですかね、うん、はい、そんな前にですね、はい、あの TikTok が、はい、消された、凍結されちゃったね。あのまあ、一時停止、うん、はい、まあまあ、そんな感じになっちゃったんですけど、はい、そういうのね、ご報告っていう動画で、はい、そういう感じで出させていただいたんですけども、はい、なんとですね、はい、TikTok が復活しました。あ、よかった、はい、よかったと思いますね、はい、すごいよかったって思うんですけど、はい、ね、事務所の方がね、いろいろしてくださって、はい、なんとかね、復活することができました。はい、はい、ということで、まあ、あの TikTok を撮るときは、まあ、親というか、まあ、保護者が見守りながら安全に、まあね、家族で TikTok をこれからね撮っていくっていう形でやっていきたいとは思っております。じゃあママも出るの？ママは手だけ。そうだね、手だけ。今度パパが出るかな、今度ね。大人と一緒にやってれば全然いいらしいんですけど、まあ、一応しほりみチャンネル、ママが撮ってても映ってないから、しほちゃんだけのチャンネルだとね思われちゃうんですけど、一応ね13歳以上じゃないとダメっていう決まりっていうかね、まあ、あるんですけど、一応我が家はしほりみチャンネルとして家族で作ってる TikTok ということで、これからね、はい、やって行きたいと思います。思います。なまったね。思います。思います。あれ思いますね。思います。思います。張り切ってるみたいな、ね、思います。張り切っちゃってるみたいな、ね、はい、でね、視聴者さんから気づいた方がいてね、あの復活しましたねって、見ることできますねってね、声かけていただいたりして、本当にねありがとうございます。ありがとうございます、はい、こんな感じで映ってないですね。こんな感じでね、一応復活いたしました。あら、懐かしい。1週間だけどね。はい、こんな感じでございます。はい、ということでまたね、TikTok も上がるかどうかはあれですけど、まあね、あの見ていただけると嬉しいでございます。嬉しいでございます。はい、はい、ということで、あの私 TikTok のコメントからよくね、前髪触ってるねって言われるんですけど、はい、自覚してるんですね、はい、なんか自覚しててもなんかもう癖だから治んなくて、なんかすいません、なんか似たような動画ばっか出ちゃうんですよ。ずっと前髪触ってる動画あるじゃん、うん、なんかね自覚してるんだけどなかなか治せなくて、ついあげちゃうっていうか。前なんか YouTube の中でもママについられたよね、前髪ばっかり変わってるね、うん、前はお母さんにも言われました。そうなんです。ということで TikTok がね、はい、復活したという動画でした。はい、早くね皆さんに報告ができてよかったね。でもね、一応3年間ずっと続けてきて、急にね亡くなっちゃったから、ピエンクリーピエン急になくなっちゃったからピエンだったけど、はい、一応ね復活したのでよかったです。はい、はい、ということで、それではバイバーイ。